キビ高原都市は、岡山県加賀郡キビ中央町にある、計画都市である。キビ高原都市とは1973年に、当時の岡山県知事、長野史郎が、岡山県総合福祉計画の中で打ち出した構想で、岡山県のほぼ中央部に横たわるキビ高原のうち、水戸郡鴨川町と上房郡加洋町の境に、位置する1800ヘクタールの地域に、自然環境や風俗、 伝統、文化を生かしながら、保健、福祉、文化、教育などの機能を中心とした新しい都市を標榜計画されたものである。基本計画では、新都市の区域を、福祉の村や総合リハビリテーション施設などを配置する、保健福祉区と、国立少年自然の家や農林業実践学習の里などを配置する、自然レクレーション区、それに、研究学園区、産業区、 センター区、重区、農業区の7つのゾーンに分け、環状道路で機能的に結び整備することになっている。前期と後期に分けて進められ完成年次は1995年、人口は3万人とされ1981年に都市本体の整備が始まった。1993年までに前期、計画区域全域と1997年に、 後期計画区域のうち映像を合わせた612ヘクタールが整備完了している。空き地の目立つ分譲住宅地1996年に人気満了で引退した長野知事の後を引き継いだ石正弘知事が逼迫する県財政の建て直しに着手、莫大な建設費のかかる日比高原都市も見直しの対象とされた。1997年11月策定の 行財政改革対抗により、まず後期計画 B、E ゾーンの建設が凍結された。そして、整備済みの住宅地や産業施設用地の分譲完了と整備済み区域の熟度が高まった時点で、改めて整備内容の検討と事業主体や整備手法の見直しを行うこととされ事実上、未整備地区の全事業が凍結されている。整備済みの地区では、 都市の各施設である、キビプラザ、幼稚園、小学校、警察駐在所、消防署等の公共施設の設置や、CATV ケーブルを埋設するなど、都市機能の充実が図られてきた。しかし、センター区から離れた最後に完成した後期 A ゾーンの高原住区では基地が目立ち、職場を提供する産業区も多くが売れ残り、整備済み地区の計画人口7千0 0人対し、 2000人程度にとどまっている。県の調査でその要因として、住9の分譲地は、岡山市近郊と同水準の分譲価格設定となっていることが敬遠され、高齢者や障害者のための保険、福祉、文化のセンターを標榜しているにもかかわらず、公共交通機関が未発達であるため、マイカーなしではかなりの不便を強いられる生活を余儀なくされることなどが挙げられている。 2004年、平成の大合併により、水戸郡鴨川町と上房郡歌謡町が合併し、加賀郡鴨中央町が発足。都市を中心にした町づくりを掲げ、センター区に一部の行政機能を移転しイベント等も開催するなどの都市と町の一体化を進める政策を進めている。政策の一つに将来役場を都市内に移転する構想があるが、町の財政難により、 具体的な計画には至っていない。また、先端技術を導入した街づくりを目指しすスーパーシティ構想や岡山市と倉敷市を結ぶ新交通システムやボールパークを建設するなどの構想もある。センター区の33広場内は立地年度。ありがとうございます。